<laughs> 部活終わりっぽさ本当とに <laughs> ケンピーさん「I love you」「I love you」ありがとうヤ山新さん「I love you」「I love you」ありがとう VV 見てない Y <laughs> Y じゃない「Y」じゃない「Y」「ありがとう」こんばんはこんばんはラベンダーさん「クママクさん」 雪だるまありがとうそう今日もタブレットからマリーさん雪の結晶ラベンダーさん雪の結晶あんたさん雪の結晶ありがとうこんばんはやお父さん I love you I love you ありがとうまっちゃん九千雪の結晶つっちゃん雪の結晶マくさん I love you ありがとうエイターさんクマありがとうそうこたつなのお高桂さん

ラー、愛、いいみんなが見ると愛ラーブーユーかゆゆこれワイワイじゃないユー <laughs> <laughs> みかんまだあるよちゃんとこんばんこんばんはそう私の家のお菓子は全部クレーンゲームで取ったもの正解ですねそうだね九割九割がゲーム戦で取ったお菓子だよそう よしみさん、雪の結晶、ありがとう。会社ありがとう。こちらこそ、来てくれてありがとう。ラブ、会ってる、やった。良かった。やまじんさん、雪の結晶、たかきんさん、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。ね、ブイと、ぎゅ。<laughs> むずいね。いぶきさん、雪の結晶、ありがとう。ね、ねえ、みんなさ、ちょっと前まで、私も出ってたんだけどさ、さ七並び開いて。私のランキング見て、私の、あの、私のランキング、なんて言うんだろう。個人のランキング見てよ。 <laughs> 見てほしいちょっとちょっとびっくりすると思うこうかオッケーなるみさん雪のけそだんけそう決勝暫定ちゃんハートありがとう自転車は寒いいや全然大丈夫そうなのさっきねそう2位になった <laughs> そうジャージ姿です つまり、そう、二位になっちゃった、このままじゃ。自分の家に年賀状が届いてしまう <laughs>。自分で書いて、自分で受け取るなんて、そんな寂しいことしたくない <laughs>。やらなければいいんだけどね。そう、そう、ほっぺそう、熱い、熱い、ちょっとお金下げよう。こんばんは。こんばんは。そう、あげたの、結構。さんてちゃん、ハート、係さん、今日も結婚して、ありがとう。すごくない、二位になった。 そうでも一位の方までは倍以上まだあるそうね自分で書いて自分に届くのは寂しいねえ鈴香さんさっきたまたま当たったよねありがとうそう4位ばかりえ私も今日四位ちょっと目かもそう2他にメンバーさんで二位以内入ってる方いらっしゃるかなあ千穂さん二位だ千穂さん自分自身の二位だ他いらっしゃるかな十分ちに今のとこ届いてしまうメンバーさん サラビさん自分の1位じゃんえすごう他どうでしょうどうでしょうどうでしょうこの辺の方はあっでもすごい夏きさん5位とかすごいどうなるでしょううんうんうん今一人一人似てる うん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 んどうでしょうどうでしょうでもこの辺の方はあすごいキリカさんな,んない <laughs> うんどうでしょうどうでしょうあマナーミョン6位とかにいるすごい,すごいすごいすごい すごいすごいだよんん飛ばしてるかもしれないあ自分ちゃんと2人いるやばい <laughs> 年賀状が自分に届いてしまうちょっとなんかなんかねあれだね <laughs> 顔いらっしゃらないかないらっしゃらないそう今んとこお家についてしまうのは千穂さんと とさんと私だ <laughs> 家に届いちゃうう <laughs> んうんうん確かにね韓国行ける上位の方確かにねチャートりの方がすごい多いね <laughs> アーーンのみきねこさんハートありがとうトラサポさん行気の結晶、徳島のくんバラありがとうえっ優と当たったいいないいなさっきまで一緒におったよちさん、ち <laughs> 地は面白い <laughs> 確かに ね、そうこの30分ぐらいで立ち位置覚えるコツとにかくそう振りをしっかりできる立ち位置も頭のに置けるけどそう振りがそうちゃんと入らんと立ち位置も覚えるのもきついからそうでも難しいやっぱり <laughs> え神業チャレンジ出たいなそう今日は3位がいい方えねコーラさんさっき対戦したよねココアさんのカードとかアイコンだったよね 嬉しい一語になりさえなりたいのさ、I、Love、You、ありがとう。それと同じゆけんなんて岐阜県内でおもろそれは。そう二だよ今に y o なやってるんだ。へそうだねこの時間やってる方多分多い。ミカエルさんハートありがとう。年賀状上位二名だからメンバー飛ばして連絡くる。あなるほどね。なるほどなるほど。先輩全員とどうなんだろう。 どううなんだろう現役メンバーさんプロフィール見ながらあさっきの「七つのランキングでもいいか千穂さん話したことあるサヤさんあるマイキューさんあるひなさんあるサラピさん少しならあ,あるかみちさんあるオさんあるかいさんあるあかりんさんある石田なさんあるリセンさんあるさやかりんさん,さんまだないかも目は何回かあったことある夏きさんは ああ、でもあるやある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 りおさんあるリこちさんあるさコさんあるハりささんもまだないかも初代さんあるそらはさんあるパセリさんあるあやぱんさんもないかなでのあぴさんあるくるくるさんあるゆなゆなさんもあるあずみさんもあるまいはさんあるきいかさんまだないかもひネさんある ある清さらさんある,清さんあるまひなさんある由良さんあるって感じかなでもほとんどのメンバーさん話してる「こんばんはこんばんは」でも今度ねメンバーさんと会える時があるから全員全メンバーさんとそこでまだ話したことない方と話しうんどうなんだろう話してみたいなって思うメンバー当たったら本当に話さっきは出た。 くみとらさん雪だるま徳島のひいくんだるまありがとうそうなとね一緒に帰ってたの今日はレッスンだったからくみとらさんハートありがとう徳島のひいくんだるまたくさんありがとうももさんもハートありがとういちごにいちごは野良でも当たったことあるし一緒にやったこともある今ちょっとだけやってもいいしねそうメンバーはそうハート無限だから10倍にしてできるしいつも3倍にしとるしそう とにかく上行きやすい <laughs> スプマンテさん雪だるまありがとう甲イさんえー、あれかも先輩とまだそんなにお話しする機会ないから呼び方は別になんかこれってのはないでもなんか同期とか他の方はみんなアンピーさんって呼んでたけど私はずっとアンナさんって呼んでた <laughs> 今日の朝そういえばアンナさんから LINE 来たんよね <laughs> <laughs> あとどんな内容かだったか今度話そうそうほっぺやかいの今塗りえさんハートありがとうかいさん確かにオさんはねめっちゃあるオさんはめっちゃあるゆみりんさんの生誕でも話したし卒婚とかの頃も話したしそうアンナさんの卒業公演の時はオさんが私の携帯 オキさんがオキさん自身の携帯を持って私がアンナさんに花束を渡してるとこ取ってくださったりとかそうオキさんは本当にお世話になってるありがたすぎるこの生態行きたい心の声がオキさん本当好きそうない <laughs> ゆしょユニンおづかい会長えー、ありがとうそうハートハート無限そうなのよ短期カードで きったらスタンプ連打えー、ごめんね出た <laughs> ちゃんとごめんねやったのおもろいなそう喋ってない先輩も数人だけかなでもほとんどの先輩喋ったことがあるメンバー結構スナビやってるゆいたんとあゆいたんか私も偶然はないね一緒にやってんならあるけどそう今朝そう LINE したんよね山さんとやっとさん雪の決勝ありがとう そう21代にできるからいいよねそう沖さんほんとに優しいほんとにそうマイキューさん人見し話せないと思うえでも話したことあるよ <laughs> それこそうあれよく私は公演見学行くけど滝野さんの卒業公演の時にそうそうフあーってしてくれた <laughs> 嬉しかったそう片方はやめてよ <laughs> そうだね 誰よりも見学行ってるね私本当に本当にそうだと思うもうねもう見学楽しいそう <laughs> そうだね生誕祭卒業公演コンプしたいレベルだわ卒業公演は絶対行きたいよねでも一番は誰にも卒業してほしくないそうだし中華あっあったね TikTok の今はなんかあれだよね武蔵のお弁当とかの変だよねこれの時のためのごめんねおもろい <laughs> そう、奥さんは優しいのんにそう、ね、さんの生誕ね当たってるしいじゃんいいないいなえねマイキューさん体調崩されてるみたいで大丈夫かねほんとにみんなそう,そうやって鳩通そうとするノリジさん雪の結晶ありがとうわしはとりあえずご年保証カッピーさん雪の結晶ありがとう生誕だけだほう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  平坦私もいつかでもやることがあるんだよね <laughs> 昇格したらだけど来るかなみんな来てね <laughs> まだ遠い未来の話なんだけど昇格も決まってないんだけどトマさんハートありがとう s s と当然おおおめでとう楽しんできてあ明日はへえマイキーさんのお姉さんかそうなのね <laughs> みんな伝承バット絶対するでしょ知ってるよ えっ、ー、奥さんの生誕みんな行くんだいいないいな私も行きたいよでも平日だよね確か平日の県民文化私たちの千秋楽の場所だよねあの場合は見学どこになるんだろうあ待ってでもあれってさあゆうりんさんの生誕と同じだからあじゃああそこからか <laughs> 見学行きすぎてさこの会場なら大体見学する場所はこことか分かるようになってきた 永久保証おもろい<笑><笑>みんなもずっとじゃ応援してよ <laughs> 確かに初めての生誕は誰がね書いてくれるんだろうねねえナイキューさんと口いいないいなそう確かにね誕生日3期生で最初に生誕やるのは誰だろうねね発表されたい子おいいねひなさん あ、サイヤンさんもえおめでとうえいちごと当たとそうなのみんなやってんの私もちょっとだけやろうかなこんばんこんばんは電子 <laughs> としますよ、んおもろいね確かに生誕卒業公演外確かに平日が多いよねね最近は結構生誕とかも平日なこともあるよねそう見学スペース分かってきてんのほんとに <laughs> 末期な気がするアップルカードアップルカード <laughs> こんばんはこんばんはねえどうしよういつしか私見学行きすぎて「えー、じゃあ5,000円ね」とか言われたら <laughs> アンナさんお手紙えー、そりゃ泣いてしまう嬉しすぎる日程違があなるほどなるほどお母さんの生誕は予定はないない明日から4日連続イベントえー、そりゃ楽しいんでいいねアップルカードあなるほどねアップルカード <laughs> えっ、ー、超おもろい みんんなながずっと応援してくれ確かにね最初は母親ととか家族ががいいて聞いたことがあるそう生誕の声やけど愛子じさんはね話したことあるそれこそゆみりんさんの佐々木洋会の時にそう「写真地どこかっけ?」って聞いてくださって「そうあギ岐阜です」って言ったら「ああ岐阜ちゃんね」って言われてそう「岐阜ちゃんはそう本当にオーディションの時からこの子は絶対受かるって思ってたよ」って言ってくださった。 めっちゃ優しいよね本当に,本当に優しいそれ以外にもね何回かお話あお仕事でお話ししたこともあるしいこじさん何回かお話ししてる大阪リアルどうなんだろうあるんじゃないかな完売が出ない限りねそう昇格だからそう生誕はねどう誰なんだろうね <laughs> いつか生誕がする時は来てねドリンク代だけあ500円ぐらいだけね お給料から引かれたらちょっと確認しとかんとそれはいいねかわいいありがとうね料金請求されたらやばいね <laughs> セ誕祭サイは行くしかまあ好きそりゃ好き来年マイキューさんセットサイああイさんそう僕はめっちゃよく見あそうなのあこれさ本当にね優しい優しいよすごい好き そう岐阜ちゃんねどうしよう回数制限とか嫌なんだけど <laughs> でもゆみりんさんの生誕は私一人だったけどアンナさんの卒業公演もゆめりんさんの卒業公演もどっちもそらはさんと一緒に見たからそう <laughs> きっと公演の見学で今後一番会う先輩はそらはさんだよねそうかっこンんさんハートありがとう クリスパンちゃんにお誕生日ああなるほどね受かると思ってたありがとうフフナナちゃんって呼んでナナさんって言い直してるけど私はそんなことあるええ私はナナさんって呼べるねそう毎日でもそりゃ生誕やない <laughs> 私のメールはお母さんもお父さんも撮ってるうん撮ってるお友達も撮ってるそうこんばんこんばんは 明日二十六のを。とせりさんと、えこじさんがあ、ね、最年長に。出た、そう、今日なんかいつも以上に赤いんだけど。あ、日またぎするの、それは見るわ、それは見よう。それは見よう、公演もけあれだな。でも、見学は厳しいけど、D. M. M. で見よう。<laughs> みんなで泣く、本当。<laughs> 今回我慢してねって言われた、つらい。ええー、それは辛すぎる。嫌だ。 気気にならない気にならなななららいいういうこと <laughs> 私の生誕の初めての T シャツなんだと思ういいとかなんだと思うそれかあのみんなにちょっとちょっとあまりねかわいいとは言ってもらえない全身の猫ちゃんかそうねあ愛子ゆさんの生誕ねソラハさんまみちさんもねあれ舞台も見に行ってらっしゃったよねそうソラハさんとそう 講演終わりにそう「よかったですね」って公演話して「明日の予定は?」ってお互いお話ししたんだけどそう私は「明日はなんだっけお休み」って言ったかレッスンか?」って言ったんだけどそう「そらはさんは?」って聞いたら「みチさんのお舞台行く」って言ってたそう見学中にメンバーさんから多分3回見学した中で一番分かりにくいけどゆみりんさんの生誕の時に「 そうしてくださったような気がする複数のメンバーさんが絶対わかんないでしょって場所やったのにそうたまにあります <laughs> そうえでもアンナさんの卒業公演もわかんない私が私のじか勘違いだとは思うけど指をさしてくれたような気がするけどちょっとわかんないうん <laughs> 外れてもいく方法ほうほうほうケンカするより確かにステージに立つのも大事 そう運が味方について本当にあるそれ生態生誕 <laughs> 明日も行くいいねそう DMM を見るイヒヒああみんなイヒヒカリカリ梅おもろいなしちゃん雪の結晶ありがとうねえヘティってさイミにさんて毎年こういう感じのさ青いさ T シャツだけど私何色ピンク何がいいと思うこんばんはこんばんは岐阜県の形おもろい <laughs> オリコちゃん T シャツいいねいいね <laughs> ピンク T シャツいいえワンダさん同じこと考えてたすごいねソラハさん本当に素敵そうだね私 SJ48 で初めてお話しした先輩がマイハさんで契約説明会の時にたまたまお会いして。 そうマイハさんめっちゃスタイルいいのに私のこと見て「足長」って言ってくださったそういやいやマイハさんがって思ってそうその時から綺麗だったマスクしてたけどやっぱりオーラがあるなって思ったねえレスはそうだよ勘違いしたもん勝ちだから本セイタに「生誕地どうなるか確かに確かによく指さしねアンナさんよくしてくれるよねめっちゃファンさせてくださるイメージ 怖いなあーなるほどね近くにもお父さんの方がいたらねねそれはあるあもしかしてこっちなのかいや私なのかみたいなねバレできそうな確かにできそうできるわたかしさん「I love you」ありがとうそうだよレスは自分がもらってるって思うのが一番嬉しいこん,ばんこんばんはこんばんはクリアピンクたかしさん「I love you」ありがとうクリアだとちょっと透けちゃうよそれは。 おりちゃんやっしーありがとう壁紙にしてるいやいいじゃんいいじゃん私もアのナさんの写真よく振り返っちゃうい <laughs> まだに最近ゲーセン行った時もちいか見つけてそう撮らなきゃってなったけどああってなったそう私全然そんな足長くないよそういはさん初めてお会いした初めてお話しした 先輩がマイハーさんなのそうあ初め同じなんだへえ徳島のひーくんこれは化粧ありがとう足は見れなかった確か,確かに確かに確かにねっ市民さらさんをね3期だと間違えたの誰だったんだろうね本当にそうね覚えてないって言ってらっしゃった前も私は最数の時はそう上気しかいなかったからそうしかも私は先輩方ある程度その頃には覚えてたから そう私ではないけど誰なんでしょう <laughs> 多分後半の子名前のガチャガチャやられてない最後にやったガチャガチャなんやろえでも食わす <laughs> ポケモンのそう公園行った時幕引きの時に手振ってくれたえ嬉しいこの髪型いじどういうことこれが好きってこと <laughs> そうねアンナさん今頃何してるか ね、そう生意味で見てポッキーぐらい細いいやそんな細くないよ私は <laughs> そうだよみんなみんなもレスは自分だと思うねそうねえぐみ確かにね郵送したいでもできれば一番あれだよね直接渡したいえナーさんのスタイルは本当にびっくりしたわ芸能人だってなるえでもユミリンさんもそうだった本当に。 のさん超こだわらな上に超足が長くて超手が長くて今日もレッスンで2.5期さんと一緒だったんだけどさクリコンのだからそうもうね踊ってるのがすごいダンスが様になるっていうか手足が長いからそうなのよそう <laughs> カビコンじゃない私はね「ポケモンクワスク詳しくないけどアンナさんが好きだったクワス」を聞いてた。 カッピーさん雪の結晶ありがとうラブ・ルノアさんをあそういうことかナオピさんとナーミオンってことあイいちごといいねいや私そうめっちゃ今日ほぺ赤くない思ったそれだよね <laughs> そうピクミンの紫が欲しいそうなのそうなのピクミンあんま置いてないなちカーとヒろコンコカラフライブへえ欲しいだろうな なんん、だって <laughs> ね、ナーピさん私多分身長抜かれたんだよね鹿さんぐらいいやそんな細くないよくれないとか言ってた前の宅に「うまちゃんめっちゃ気スすてたのって言われる <laughs> そうだったのえでもあるねそれはねっ直樹さんのあれあの時の写真がびっくりした超10代の時のラーメンのあの写真が本当にびっくりした スタイルが本当に良さすぎよ良すぎる本当にに田中家の写真あそこ欲しかったありがとうありがとう <laughs> でもみんあれだね写真で言うと左側の足がちょっとダンスの暗闇とかってさあと鼻だれとかもなんだけど結構ね足をそうゴンってついたりとかもあってちょっと膝にあざがあるのはそう見逃してもらえれば <laughs> はい ホームヒーロー。えー、ドラマわかんないな。え、福田さん本当に細い。びっくりした。本当に細い。本当に細いよね。ね、のあぴさんのスタイルすごいよね。ギフオーラすごい。なにそれ、それは。<laughs> そう。下方向のゆなちゃん。下方向でどういうこと下 <laughs> そう。画面越しのレストは自分あって。あーなるほどなるほど。なるほど <laughs> なんでだろうねほっぺ赤いのねえチーク使うけどチーク使ってないあ上間さんかわいいありがとうよしじゃあじゃあ男女上見せて終わろう時間がしちゃった30分ってこんな短いやだ <laughs> 本当に配信してるとさ時間経つの早いじゃあランキング17からいきます17位ディネーさん16位ワンダさん15位ラベンダーさん

行きましょう5位ギャオタンとおつまみさん4位徳島のひいくんあとユニオンおすかい会長さんはありがとう <laughs> そしてトップ3いきます3位なでみあとさねきうどん大学卒さんうどんへへへ2位た,、えー、たかしあとおつまみさん猫七流れ私のこと抜いてね <laughs> そして今日の1位を発表します 今日のめっちゃうまくなかった今今日の1位は貴恵さんですありがとうございますクマをたくさんありがとうクマ, <laughs> ク,マク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 マ花束もありがとう感謝 <laughs> そう今日今日アンナさんから送られてきた自撮りではないんだけどねある写真がね めっちゃ可愛かったからアンナさんに許可が取れたらみんなに見せたい本当にめっちゃ可愛い写真が送られてきてそうそうまだ既読が返信の既読がついてないから聞きたいなって呼べて本当にめっちゃ可愛い写真を送ってくださったから今度見今度見せたい自撮りではないけどねへへへへそうそ嘘,嘘そう一足し半端 <laughs> そうアンナさんかわいいかわいいお話し会でえいいよ <laughs> えいいよ福岡ね待ってるそう許可が取れたら話したいし見せたいめっちゃかわいいの写真が送れてきたあ確かにももめで送っちゃうそその方法があったかあということで今59だからそろそろ切れちゃうまた明日 バイバイ。はい、<laughs> メールでお願いします。そうしちゃう。<laughs> めっちゃ可愛い写真、愛で溢れた写真。<laughs> じゃあ、まだ大丈夫かな？そう、確かにモバメモバメいいね。X とか始まったらいいのにね。そしたら。 みんなに見てもらえるけど。なっちゃった。ありがとう。バイバーイ。じゃあ、ね。